久保さん、暗雲の間、良かったですね。めちゃくちゃ良かったんじゃないですか、今回の間が。これ演技なのか本当なのか分かんないですけど、めちゃくちゃ良かったですね。この間っていうのがね。じゃあ今回、間についてお話ししようかなと。ま、間っていうか、その、ま、待つというか、うん、ま、待つにしましょうか。うん。あの、なんかネットビジネスって、その、僕、待ちだと思うんですね。うん、攻めてるようで待ちだと思うんですよ。 なぜならば、どれだけ攻めたとしても、あのー、最初からね、じゃあ1日目から月収100万とか無理なんで、じゃああとはどれだけ待てるかだと思うんですね。まあこれも忍耐力とも言うかもしれないですけど、待てるかどうかなんですよ。で、僕は思ったんですけど、あのー、まあずっと発信してて、えー、すげえ良かったなと思うのが、なんかね、時代がやっぱね、僕に追いついてきたかな、みたいな <laughs>、まあ。まチャンネル登録者数は全然伸びないですけど、なんかその、他の有名 YouTuber も同じこと言ってるんで、僕と。 ね、ビジネス系 YouTuber も、それ俺言っとるよ、みたいなね。与沢翼さんも、あれそれ俺言ってるたぞ、みたいな。僕もう本数めちゃめちゃあるんで、あれそれ言ってるね、俺ね、みたいな。<laughs> なんか時代が自分に追,追いついてきたかな、っていうところで。うん。だからこれも、まあ、待った、待ったというか、まあ、あのー、なんだろうな。まあ多分ですね、多分。 あの僕のチャンネルの方向性がこのままだと伸びるか伸びないかわからないですけど多分10年後20年後30年後一つ事実があってそれは少なくても10年20年30年続ける人ってまあ少ないので多分その中で多分何か光は出てると思います間違いなくこれは言い切れますだって今見てる人ってじゃあ30年後もじゃあ YouTube やろうって思ってね多分30年後もやってないんですよ これは多分ね、その、うん、会社と一緒、会社と同じ確率か分かんないですけど、会社も起業して作って、で、1年でもう半分になるとかね、2年で。だから、二0年か30年続ける会社って、0. 何パみたいにデータ出てるんですよ。だから、それは YouTube と一緒だと思います。今始めたっつっても、じゃあ30年後やってるかっていうと、多分やってないんですよ。ほとんどの人が。でも僕やってるんですね。だから、多分、何かしらの光は出てると思います。 間違いなくでもそこを待てるか待てないかっていうのが結構もちろんね10年20年待たなくてもいいですけど僕はもうそういうスタイルそれが分かってるんでその後どうなるのかなっていうのを続待つあの耐える耐える時期が必要 耐耐ええるるる時期が必要だってていいうことを認識しているので、でられるんですよ。ただ多くの人ってこの耐えるっていうのを認識してないですよねなんかすぐ稼げるのかなとかなんかそういうすぐ稼げるのかな認識が多いのでだから待てないですよこんなに俺は頑張ってるのに全然稼げないみたいなねだから YouTube 始めたとしてもねあのもう YouTube の規定でチャンネル登録者数1000いかないとマネタイズもできないんですよそのなんだ 自分で商品作って売るってことをしないんであるならば。そうじゃないですか。じゃあ、まず、まあ、YouTuber として広告収入で稼ぐっていうのも、この1000人まで待てないんですよ。だって1000人まで1円も入ってこないんですよ。ね <laughs>。だからこれ普通の人は待てないんですよね。うん。ネットビジネスやるんだったら、やっぱ待つっていうことができない。待つっていうのは当たり前だよと。でも、できるだけ早く稼ぎたいんだったら、できるだけ早く、あの、圧倒的なスピード、感覚でやっていくってことですね。 なんかよくいただくのが、動画何本アップすればいいですかとか、なんだろうもな、なんかその、基準を求めるんですよな。なんかその、どれだけやれば稼げるか基準みたいな。基準なんかないんですよ、そんなのは。その基準があるのは、その、コンビニのバイトとか、セブンイレブンのバイトとか、 なんかその1時間働いたら800円ですよっていうその世界で生きてるからその質問があるんであるあしてしまうんでしょうけれども自分で稼ぐっていうのは自分で基準を作っていかないといけないんですよ自分基準を作っていかないといけない自分で結果が出る基準ですよ要は結果が出るまで 続けるしかないし、結果が出るまで改善するしかないし、売れるまで売るしかないし、売れるように工夫していかないといけないし、それは自分基準で思考を改善していかないといけないんですよね。だけど、多くの人は自分基準じゃなくて、他者基準を求めています。他者基準ではないです。自分基準がどれぐらいあるのかって話です。で、その自分基準が低い人は稼げないですね。はい。ということで、いってらっしゃい。